こんにちは。やっほー。こんにちは。大阪なうです。大阪ナウなんですけど、私は握手の時間が遅くて、そうなので、まあちょっとね、みんな待ってると思うので、もしよかったらお話できればなと思ってショールームを始めてみました。なんか目に何か入っちゃってずっと痛いんだよね。目薬さしても痛い。たこ焼きはまだなんです。待機中だよね。そうだよね。なんかさ、遅い時間だからちょっと帰っちゃうかもみたいな人がさ、ちらほらいてさ、そう、帰れないでー一応市役所までみんな待機してくれてますよね、絶対に。ありがとう。あら、今日体調不良で行けなかったよ。会いたかった。うん。でもなんか結構ね、写メグループ写真会で、初めましてみたいなさ、そう、人いてさ、なんか嬉しかったです。なんかさ、選んでくれるじゃないですか、誰々隣でみたいな。なのにさ、なのにっていうか、それで、私隣に選んでくれるのみたいな人が何人かいて、そのあとはやっと会えたとかいう方も何人かいて嬉しかったです。あと握手会とお話し会の受付も始まったので、皆さんお待ちしています。今回もみんなのおかげでフルブスありがとうございます。嬉しい。私の大好きな活動なのですごい嬉しいです。フルブスもうぜひぜひ、ちょっとおすすめの部とかをまたね決めて言いたいなって、一旦言いたいなっていうところではあるんですけど、ぜひもう今回からはやっぱりね、また次も選抜に入るっていうのを目標に、今回のシングルね、また頑張りたいなって思ってるので、そう、ぜひぜひ。はい、お待ちしてます。あ、今日行けない分10日の公演当選したので姉と一緒に参戦します。おー、嬉しい。おめでとう。また会いに行きまちゅ。会いに来てー。今日はね、ここにね、そう、お団子のね、たこ焼きがついてるの。ちょっとあんまり見えないけど、あんまし見えないけど、たこ焼きがついてるんです。あやみんのアイメイク好き、かわいい。嬉しい。そう、今回はジャケ写が制服だったんですよ。ジャケ写？アーシャが制服だったので、そう、昨日めちゃめちゃね、そう、もうね、めっちゃ私がしてくださる、結構メイクさんによってちょっと変わったりするんですけど、私のしてくださるメイクさんはすごいね、薄めのメイクだったんで、今日は自分でもう好きなようにメイクをできるのが楽しくて楽しくて、そう、制服ね、また制服みんなではね、現役いない、全然いないのにってそう、制服でした。
話し会、握手会、本当に待ってます。ぜひ。夏ソングなのかな、どうなんだろうね。でも7月発売ですもんね。確かにどっかで制服着る日作ろうかね。制服制服選抜じゃないではないけど、そうカラコンの時にさ、ついに制服じゃなくなったみたいな、みんなでそうガチ制服、制服って衣装 AKB っぽい衣装っぽい制服とかじゃなくて、ガチガチの制服じゃなくなったみたいになってたら、そうまた今回も制服に戻りまして、ね、制服になったらもうちょっと髪暗くしてもよかったなって思ったんですけど、そう結構割とギリギリにああいう設定だっていうのが、ね、分かったので、ちょっとね明るかったけどみんな眩しそうに見えた、ね、めっちゃ眩しかったです。あれあそこすごい眩しくて、本当はもっと暗い写真なんですけど、あれめっちゃ多分色の調整で明るくなってる。そう、あとはここをね、さっきここね、マネージャーさんたちの楽屋、マネージャーさんたちっていうかスタッフさんとかの楽屋なんですけど、こう楽屋誰もいね使って、なんかどっかショールームできる部屋なくてて、ここしかなくて、でもみんなスタッフさんたちは今もお仕事されてるからここ誰もいらっしゃらなくて、でも いないから使っていいですよっていうの聞いてて、でも一応トントンってしたんですよ。そしたら中からスタッフさんたちが出てきて、私のためにここの場所を開けてくださって、しかも結構なお偉いさんたち2人を今この楽屋から外に出してしまって、ちょっと私はビクビク怯えてるんですけど大丈夫ですかね。いや全然違うところでやるんで大丈夫ですって言ったんですよ、言ったんですけど、言ったんですけど、いやいやいやどうぞどうぞどうぞって言われて、そうじゃあすいませんで、そういや本当に大丈夫ですって言ったんですけど、大丈夫です大丈夫ですって言ったんですけど、そうおー、メンバーファースト、なるほどそういうことか。あ、え、ただいま待機列に並びました。あ、本当にこれちょっと早くに始まったりするのかな、私6時15分予定とかだったけどね。みんな帰ってないよね。うん、会いたいから帰らないでよ帰ってほしくないけど帰った。あずちゃんはあっちにいます。まだ喫茶店にいる？あ、大阪にいる？あ、泊まり組だからゆっくり並ぶ。おお、じゃあもしね、早いか、このそんなことできないか。いや本当はスタッフさんに、これ帰りの遅い時間の方がもしスタッフさんに何か伝えたら列前にしてもらえますかねって言おうと思ったけど、そんなこと言ったらみんなあれかと思って、そう言わなかったけど、みんな遅い方、じゃあ分かった、新幹線早い人はもう並ばないと。あ、今日カエル組には先に並んでもらったよ、優しさありがとうございます。写真みんなちゃんと撮れてた？はい、みんな今日も可愛い。ねえ混んでるよね絶対、あのあれがね大阪が帰りがあ、写真撮れてた？ちょっとねステージ組じゃない方はちょっと暗かったみたいですけど大丈夫ですかね。でも明るさとかねいじったら結構割と明るくなるので、そうもし暗かったりねしてたら
子供の日の写真見た。ありがとう。オンライン話し会ってどん、あ、明るさ加工します。うん、ごめんね。オンライン話し会ってどんな感じですか。今回申し込もうか悩んでて。おー、オンライン話し会は簡単に言うと LINE 電話みたいな。握手会と違ったいいところって言えば、どこからでも、皆さんがどこからでも参加できる、会場に来なくても参加できるから、交通費とか宿泊代とかが言ってしまうのでかかんないっていうのと、あとは本当に二人っきり、周りに並んでる人もいなければね、誰もいないから本当に二人っきりのテレビ電話みたいな感じが握手会と比べていいところ。握手会と比べてちょっとなーっていうのは、まああの何も生じゃないっていうのと、あとはあれ、プツって切れちゃうんですよ最後が。一応時間は出るけど、喋ってたらあー、プチみたいな切れちゃうのと、あとはイヤホンしてないとちょっとだけ声が聞きづらかったりするかもしれない。そうって感じかな。ねえ、お団子してるメンバー多かったよね。私も囲まれたい、楽しそう。来てよ今度写真会、グループ写真会ね、結構いろいろできて楽しいよ。グループ写真会は皆さん、あれどこまでのレベルが取り直しできるのかわかんないけど、ちゃんとね、ブレてたりぼやけてたりしたら言って大丈夫ですからね。ね、せっかくの写真さ、うわーって残念だなーって気持ちで書いてほしくないから。そうそう、ああね、余韻がね、マイク付きイヤホン。そう、大阪、あ、今日行けてないけど明日劇場行くね。嬉しい、明日久しぶりの劇場なのよ。そう、前のね、そう、ミオさん言う時ね、なんかファンの人たちとみんなで星作ろうみたいななった時に、もうなんか、はいはい撮りますよ、なんかね、バタバタしちゃって、なんかもうみんな、あ、はい、あ、みたいな。そうなっちゃってて、でもメンバーが半目だったとかは、皆さんが半目だったとかは多分撮り直しできないと思う。そう、あとはめっちゃ下から撮られるとめっちゃ顔伸びるっていうね。その時に去年じゃないや、前回のファンミがね、めっちゃ良かった。良かったっていうか、割となんか台、テーブルがあって、その上に台みたいなの置いてくださってて、その台の上からこうやって撮ってくださってたんですよ。だからね、割とねあれだったんですけど、結構テーブルの上にそのままこうやってカメラ置いて撮ったりすると、割とこう下からになったりするからね、ちょっと伸びたりしちゃうんですよ。そう、あと自分の顔が漏れてませんとかも撮り直しできないので。気をつけてくださいね。まあでもあのね、一連のね流れがね楽しいですよね、写真会はね。今日ありがとう、マジで嬉しい。お、ありがとう。あやみが少し面長に撮れてたけど、いやそうなの、下からね撮られるとね、そうなっちゃうんだよね。だからまあ加工してくれれば。そういう時はよかな、いいですけど全然。そう、あとね、これ前に出たりとかねするとね、ね、前に出てたもんね。元から覚えてないから大丈夫。たこ焼きポーズ、え、み、何回もそういえば全員前で言って、そういう存在になったように感じる。感じちゃうんだ。なんで？そんな遠くないですよ、全く。美味しいもの食べれたよ。あのね、ケータリングが美味しかったです。ね、何回もってまだ2回ですよ。メンバーの選抜はやっぱファンの方が一番嬉しいものじゃないですか。
でもなんか新しい AKB っていうかなんて言うんですかね、みんなで一緒に頑張っていきたいですよね。やっぱずっとずっと作り上げてきてくださった先輩方もいらっしゃるわけだしね。お、仙台のファンミステージイベント当たってるので楽しみにしてます。楽しみ。仙台来月だよね。ハートフォームできてた。本当今日の最終の握手行くか迷ってます。なんで迷っちゃダメだよ。来てよ来てよ、来てください、お願いします。ね、来月551はちょっとね、いろいろ訳あってちょっとだけ食べました。あの、そう、ちょ、一瞬オフにしますね。実はちょっとだけ食べたんですよ。もうそろそろかな。いやでも6時15分からだからまだだと思う。みんなも知ってるであろうマネージャーさんがいました。スタッフさんが多分飲み物休憩しに来ました。1回あと1時間あるよね。そうだよね。どんなわけがあってん、あ、S さんまだ最初の握手組が終わってない。いっぱいだね。まだ最初の握手組みんな終わってないのかな。 S さんのファンです言っとくね。あー、今日も S さんお見かけしました。次は必ず会いに行くよ。ゆいりと握手してきた。あ、あ、ねえ、ゆいりさんはさ、最初のグループじゃん。最初のグループ、あのグループが近ければ別のメンバーにも行けるんですよ。なのでぜひ3グループ目の人、私と他誰だろう。待って、やだ、めっちゃブサイクの顔で止まってた。やーだー、ユナーズちゃんとかユキちゃんとかと一緒の時間かな。グループが違ければね、ぜひあの会いに来れるので、ぜひぜひぜひ来てください。あやみ以外みんな17期。そっか、17期ちゃんとなのか。ジャズちゃんとかは違うのかな。17期ちゃんプラス私、このこんないですけど、そう、同じ時間帯のメンバーとだけはダメなんですよ。そう、エナーズミズミンユキちゃん、私じゃあ、あれだ、カラコンインクの5人組や。お、改めて44枚目選抜入りおめでとう。ありがとう。そうだね、選んでいただいてショールームやるの初めてだ。確かに言われてみれば、あやみさんお姉さんですよ。そうですよ、お姉さんですよ。さっきヨナーズちゃんと撮ってたら、こうやってほっぺたに、こうやって3人で撮ってたら、ユナーズちゃんたちにこうやってほっぺたに手やられて、そこまでね、距離近くなれたっていうのが嬉しいですね。かわいい。ちょっと本当に右目が痛い、左目だった。あやちゃん今日もかわいい。あー、ありがとうありがとうねえねえ、本当にみんな待っててくれるよね。帰らないでね。不安になってきちゃったよ。私もエミンさんって呼ばなきゃ。
ちょっと一回オフにしますね。並んでくれてる？ありがとう。じゃあそろそろなのかな。一部のメンバーが終わり始めたってことかな。ごめんね、みんなお待たせしてます。こんにちは、こんにちは。ごめんなさい、許可いただいて入りました。すいません。足がもうありがとね。選抜入り本当に嬉しい、ありがとう。そっか、今一部がちょっと終わり始めてるのか。だからさ、皆さんあれかな、スタッフさんちょっとずつ戻り始めてるのかな。迷惑かしら。お、早く並べたから新幹線間に合う。やった、可愛すぎて初めましてしたいです。え、初めましてしに来てください。待ってます。選抜入り嬉しすぎる、ありがとう。そう、あれね、そうびっくりしたの本当に。なんかあの選抜はまあなんか撮影がありますって言って、そう行って呼ばれて行って、本当に選抜発表だなんて一つも思ってなくて、 TikTok 撮影だと思ってて、で呼ばれて行ったら真っ暗な部屋で、ちょっと歩いてそこに立ってくださいって言われて、歩いて立ったら長友あやみっていう、そう声が始まって、そうなんですよ。で、あの発表を聞いて、そう本当にびっくりしました。なんか新しい発表のねスタイルでしたよね。突然褒められてどう思ったの。確かに、でもなんかなんだろう、なんか本当になんだろうみたいな、そういう TikTok のああいうなんか、そこまで頭回転してなかったけど、なんか何みたいな感じで、そうね、なんか63枚目の時に初めてね、ゆきりんさんの選抜に、ゆきりんさんの卒業シングルの選抜に選んでもらって、なんか私的には次のシングルにつなげようっていう気持ちでやるのももちろん大切だと思うんですけど、そっちよりもなんていうのかな、このシングルをとにかく盛り上げようみたいな、一旦まずはなんか連続で選抜入りとか、そっちの目標よりもこのシングルをまずは盛り上げようっていう気持ちでやった方が、結構素の自分でか、なんだろうな、本当に本気で楽しんで、なんだろう、初めての選抜だし、ゆきりんさん最後のシングルだし、そうキラキラ輝けるんじゃないかなと思って、連続入りを目標っていうよりも、とにかくこのシングルを楽しむっていう、それをまずは目標にしてたので、でもやっぱりどこかでね、ゆきりんさんの卒業が近づくにつれ、次のシングルのこともさ、やっぱそろそろじゃないかみたいな、みんなの中でなってくるわけじゃないですか。なんかこんなに早く握手の申し込み終わるってことは、もう次があるのかみたいな、そうなってくるたんびにやっぱちょっとずつ意識し始めて、ドキドキしてて、結構ね、なんか連続で入れると思ってなかったので、あの場でね、あの場でそう読んでいただいて、連続で選抜って分かった時は本当に嬉しかったですし、また新たに自分の中でいろいろ目標を決めてるので、握手会で一番になるっていうこともそうですし、これができなかったなっていう、そう、これができなかったなっていうのもあるので、後ろ歩いてる2人組が、あやみんの説もあるなって言ってた、握手会誰行くか悩んでるのかな、それぜひあやみんにって言ってください、このショールーム見せてそうで、なんだっけ、
なんだっけ、そう握手会ね、一番になりたいとか、次のシングルも選抜に選んでもらうとか、他には63枚目でここの自分のここがダメだったなみたいなところを次のね64枚目では良くしていけたらいいなって思うし、そうね、うん、盛り上げていけたらいいなと思います。でも本当にやっぱり今って結構昔よりも、なんていうのかな、なんか昔は本当に選抜ってなんて言ったらいいのかな、難しい言い方が難しいですけど、昔はなんかいい意味で、もちろんいい意味で手の届かないものだったんですよ、選抜って言ったらね。そうだったけど、やっぱ今ってこうみんながね目指してるものじゃないですか。その中でね選んでもらえるのはすごい嬉しかったので、あ、そう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 ね、なんか違いますよね昔と今でね。だからこそやっぱ競争率もすごいと思うから、自分にできることを見つけて、ね、盛り上げていけたらいいなと思います。嬉しい、待ってます、来週のオンライン。そっか、来週オンラインあるのか。ね、そう18人です。海が推しで誇り、ありがとう。うん、サイン当たった、おめでとう。まだカラコンシングルのあれだからね、あと何回あるのかな。オンラインと握手は今月で終わりで、来週があれか、ファンミがもう一回あるのか。劇場ね、ね、みんな当たらないって言ってさ、そろそろみんな本当に私に怒ってるんだけどさ、本当に私に怒んないでくださいね。ああと、そうだそうだそうだ、ファンクラブのガチャも昨日前だったんですよね。ありがとうございます。たくさんのたくさんやってくださってたみたいで嬉しかったです、それを聞いて。ありがとうね、あれいいよね、あれ。何人か全然 A 賞当たったっていう人聞かなかったんですけど、 4,5 人くらいいたかな。ダメだった？ずんちゃんと公演出てほしいね。ずんちゃんでも16人公演で今一緒に出てるから、16人公演がね、でもなかなかね、また今少なくなってきてるもんね。久しぶりに当たった声にあゆみん出演されるみたいなので楽しみにしてます。嬉しい。そう、来週はね7日と10日、ごめんなさいね、本当に皆さん久しぶりの公演なんですけど、明日と10日かな。このあと夜行バスで帰ってそのまま仕事行く。お疲れ様だね、ありがとうね写真。そうね、私確かに休みの日あんま出ないですよね、土日ね。だからみんな土日にやってっていう人が多いけど、あ、今受付で待ってるようだって、ごめんねお待たせしました、本当にありがとうね、待っててくれて。駅混んでそうですよね絶対ね。2部もまだ始まってないんだ。そうなんだ、早くしてくれ、巻いてくださいそうだよね、みんな帰りの時間あるもんね。スクショタイム、
チーズ。確かにね、時間読めないもんね。1枚目の列が多くなる。本当に？ゆいゆいさんとゆいりーさんがそのままやってる。あ、2部も、2部の時間もね。そうですよね。こんにちは、こんにちは。新曲の申し込みしました。すごく楽しみです。嬉しい、ありがとう。待ってるよ。これからエミンさんに並びます。待ってます。髪型はね、変えるって言われたんですけど、一応このまんまでって言ってこのまんまにしてもらってるんですけど、どう思いますか？このまんまでいい？エミン、明日ファンレター書いて持ってくね。あ、待ってます、ありがとう。ね、あやみ以外のメンバーのところに行きたいけど、な、何それ、そんなんさ、私に直接言わなくてもさ、よくない？行きたいけど、何、何ですか？九州にも来てくださいね。福岡とか前あったよね、確か福岡ファンにあった気がする。今ないですよね。次はあったらいいけどね。今コメント固まってた。最悪。私も早く会いたい、みんなに。ぼちぼち並ぼうかな。並んでや、並んでや。あやみんと握手したことないかも。え、嘘だ、本当？じゃあしなきゃね。情熱大陸まだ見れてないんですよ。そう、昨日ねこっちに来て、まだあれなんです、あの録画をしてまだ見れてないんですよ。あ、そう、次のシングルは手袋ないんですよ。そうなんですよ。逆にさ、ファンの方で手袋したいっていう人がいたらさ、それはオッケーなのかな。でもダメか。だからね、そう、えみ、前髪切った、よくわかったね。前髪切った、今日切った。あー、すごい、さっき切りました。じゃあ握手会行こうかな。待ってるよ。手袋なし嬉しい、本当？あ、ファンの方が手袋する分にはいいんだ。そうなんだ。ねえ、皆さんね、久しぶりの手袋なし。ねえ、やめてよ、手汗3倍増しとかやだ。やだ。嘘だよ。嘘だけど、嘘だけど、でも私もね、手汗かかない人なんていないから。でもなんかさ、どうやって握手してたっけって、今までなんかそれさ、私たちはさ、こっち側はさ、ずっと握手してるから、もちろん手汗なんてさ、かくじゃないですか、絶対手汗のまま握手してたっけ。わかんない、どうだったっけ。私ってコロナ前って何部制が最後だったんだろう。多分3部制とか2部制が最後ではなかったかな、コロナ禍の前は。どうやってやってたんだろうね。あ、2部制だった？そうなんだ。じゃあこんなフル部数なんてほど遠いもんね。全然違うね。2部ってみんなすごい。
じゃあすごいね。いや一部制ではない気がする。そう二部制に上がったのを覚えてるんだよね。あ二部制だったんだ。そうなんだ。じゃあそっか。すごく増えたのね。そうなんですよ。え私そうねすごいよね今思えば。今思ったらさ、だって選抜とかに入らずにさフル部数までなったんですよ。まあ、皆さんがね会いに来てくれるからなんですけど、そう。ネクスト握手会場なんです。せやでせやでせやで。あ、やばいよって今もうさやめてよね。え、あれさ。あ、そうです。え、あの一応許可もらったのでこの辺。え、待ってめっちゃ喋るじゃないですか。普通に喋るからびっくりした。え、まだ始まんないですか私は。まだ。まだ二部のメンバーもまだ。そう、まあ二部のメンバーもねちょっと押してるっていうね。え、待ってイケボって言われてますよ。え、名前ってバレてますっけ。出ましたよね、なんかねネモスで。めっちゃ喋るじゃんって。時間をしちゃうと新幹線がそうだよね。あのなんて言ったらいいんですかね。大丈夫です。そういうあのだあの大丈夫、結構年齢ちゃんと離れてる。なんて言ったらいいんですか。違うよ、間違えた。なんて言うんですか。あのそういう大丈夫ですよ、なんか仲良く喋りすぎじゃないってね、男性のスタッフさんとって思うかもしれないけど、あの大丈夫です。違うの年齢離れてるじゃなくて、違うね、違うなんて間違えた。なんて言うんですか。そう、間違えた。違うなし、あの違う、なんて言うんですか。違う、なんて言うんですか。だってさ、また言うじゃん、そうやってみんなは。え、違うよ。え、違いますよ。違う、あの、え、わかりますか。普通にマネージャーさんです。で、あ、ショールーム的にまずいのは分かってるけど、やっぱ言うじゃないですかみんなはね。あ、そうそうそう、郡司さん、そうそうです、そういうことですよ。チーム K の時にお世話になった、いや今ももちろんずっと変わらずお世話になってるマネージャーさんなんですけど、チーム K の時にチーム K 担当だったマネージャーさんです。え、めっちゃ普通に喋るからびっくりしちゃった。ねえ、まさちゃんとレミタン、そう。え、すごい、なんで知ってるの名前。そうですよね。まだ2部のメンバーも押してるみたいだから3部も押しちゃうね多分この感じだと。他のメン、そう、楽屋がね、そう違うとこなの。覚えてるよ。握手券使わないで話してるのがずるい。それはさ、しょうがないよ。けどダメですよ、皆さんはかといってマネージャーになってやろうみたいな。ナイキさん、小林テルボーマネージャー言うね。そうなんだ。ショールームやってるから待つの苦にならなくていい。本当？みんな立って待ってるの？なんかどっかで待ってた方がいいんじゃない？
どっかで待ってた方がいいんじゃない？握手会ってどんな感じなんですか？なんかこうやってレーンに一人ずつ入ってきて、こうやって握手してお話ししてバイバイって言ってバイバイ。マザちゃんのレーン待機列長いらしい。いやーそりゃね、逆に昨日行くって決めた人もいそうじゃないですか、券を集めて。あゆみに推し変されたって思われたくないから他のメンバーの券取るのやめたけど、推し変されたとは思ってないよ。まだ2ターン目のメンバーの列中で待機中で、すごいですね本当に。あ、そう、今週の劇場公演振り返り曲ラベンダーフィールドだったよ。そうなんですよ、実はね、遠征できなくてごめん、大丈夫だよ。レミ選抜おめでとう、ありがとう。握手会の話題はなんかいろんな、なんだろう、なんかたわいもない話するかも。たわいもない話して、なんか本当にいろんな話しますよね私。明日はなんだろうね、究極がいいな。毎週だから1週間は一緒なんじゃない、週替わりって発表されてる。あやみちゃんのおかげで初めての遠征チャレンジしてる、ありがとね、ありがとう。自分のこと話す、あやみについて聞く、どっちがベスト。どっちでもいいです。私は握手してて、あーこの方は話してほしい、私に話してほしいのかなと思ったらめっちゃ話すし、結構話してくれる方だなと思ったらそのお話聞いて、自分が知ってることがあったら話したりとかします。認知されるには握手会にめっちゃ来る。めっちゃ来るか、私は結構逆の方が覚えやすいんですよね。ショールームじゃないや、 SNS でめっちゃ名前、 SNS で名前見てて誰々ですって名乗ってくれた方が私は覚えられる、握手からよりも。もちろん握手からでもすごい嬉しいし、握手だけでも覚えたりとかすることもあるけど、そう SNS とかでめっちゃコメントくださってて、でそれであの S、あやみですみたいな、なんかなんていうの、そう、わかりますか。あ、アイコンで覚えたりとかもありますよ。なんとかの、何のアイコンだよねみたいな言ったりして、そうってなって覚えたりとか、そう結構だから X とかね、755やってた時はね、やっぱ755で覚え、すごい755って言ってる人多いね。755で覚えたりとか、16期の SNS755 しかなかったからね、研究生の時ツイッターとかインスタとか一切できなかったんで、本当に755で覚えてたんですよ。そう、やっぱり口に色がなくなってきた。はじめましての時ははじめましてって言った方がいいですか。うん、嬉しいです。でもあれは嘘はやめてくださいね。この前はじめましてって言われて、はじめましてって言ったら、初めてじゃないんだけどね去年会ってるよって言われて、あのさあ意地悪って言いたくなっちゃったけど言わなかったですけど、そうでもね、そうごめんなさい。そう、それはね、何ヶ月も経ってて1回だけとかだと、うん、さすがにね、それではちょっと無理かもしれないけど、でも覚えたいっていう気持ちはすごいあります。そう、あやみんね、会った時に SNS のって反応してくれたの面白かったんでそう SNS で覚えたりします。
で、初めましてなんですけど、長友さんの愛称とかは何ですか？あやみんって呼ばれてます。あやみんとかあやみちゃんとか可愛いかな。ゆきりん先輩の卒業公演の裏話して。裏話、一人一人にメイク道具くださったりとか、あとはいっぱい泣きましたあんなに泣いたの初めてかもってぐらい。まこさんの時と同じくらい泣いてたか。劇場公演に出ててファンの方の顔を覚えたりすることありますか？あります、あります。あ、劇場でよく見る人だってなったりとかする。あやみんの握手会でずんちゃんのお話をしに行っても大丈夫ですか？もちろんですよ、もちろん。疲れた、ねえねえ大丈夫？どうしよう。あ、じゃあさ、待ってねえ、レーンに並んでますか今って。皆さんレーンとかないのかねえ、あ、また面白いことしていい？いたずらしちゃおっかな。あ、2列になった。ありがとう。1列がどんくらいかわかんないけど。あ、待機列ある、レーンある。ほんと？じゃあ私のショールームを見てる人私が、どうしようかな、どうしようかな、待ってじゃあ分かったせーのって、あ、じゃあ最初レベル1からやるね。せーのって言ったらみんなでこうやって右向いてください。いい？レーンにいない方もね、レーンに並んでない方もちょっとやってみて。いい？みんなレーンに並んでる人やってね。いい？せーのって言ったらこうやって向いてくださいね。いいですか？レーンで並んで待ってる人、いくよせーのどう？どう？みんな見た？見えないのにさせるなんていいじゃん。どう？やった？いい？誰もやってないねえ、なんでよじゃあ次レベル2、じゃあこれ最後にする。どうしよう、何にしようかな。せー、じゃあ分かった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 、ちっちゃく、本当にちっちゃくでいいから、みんな恥ずかしいと思うからちっちゃくでいいから、こうやってやって、いくよ、いくよ、いい？せーのって言ったら右手上げてくださいね。自信ある人はこうやってやって大丈夫、大丈夫だよ、みんなそれくらい。いい？いくよ、せーのって言ったら右手上げてね。いくよ、せーの。やってくれた？ねえ、あった？わっ、あー、ここにあるモニターはね、ステージ上しか映ってないんだよね。ダメだ。スタンさんどうしました？控えめに 4,5 人やってどう？ちょっとは疲れ治った？どう？軽く手上がった、やばいあ家であげてる遊びすぎってさ、疲れたって言ったからさ、ちょっと遊んで遊ぼうかなと思ってやったのに、もうやることなくなっちゃった。なんか川が見えるんだけどさ、川が見えるんだけど、なんか船が走ってる、船、ボート。
こう、みんなありがとう。おもろすぎる、働いてくるね。いってらっしゃい。メンバー同士で〇〇さん私の握手会来てたよって話したりするの。でもその〇〇さんが自分のことも好きって、あ、その子のことも好きっていうのを知ってなきゃ。あ、列が動き出した。え、2部も始まってないのに別の場所に移動なのかな。知ってなきゃ言え、話せないけど。でもあれだよ、あの今日とか握手会で、握手会じゃない、写メ会で私が「何々さん」って、私本当にその人、私ね、もう研究生の頃からずっと私のこと好きでいてくれて、あのあれ覚えてますか、株主総会とかにも来てくださってた方だったんですよ。で、何々さんってね、そう、関西に住んでる方で、住んでらっしゃる方で、でもいつも会いに来てくださったりしてて、関東の方に。で、何々さんって言ったら、周りの17期ちゃんたちも、あ、何々さんって言ってて、嘘ーってなった。で、その方も、あ、みたいな。あ、そっから顔、目合わなかった。で、最終的に終わってから、え、何々さんって、みたいな。そう、そしたらみんなが言うには、なんか、見たことある、なんだっけな、なんか見たことあるなっていうだけで、この前一回だけ握手来ましたみたいな。そうそう、そんな感じだった。そう、そういうことあるけど、メンバー同士でわざわざ誰々さん来た握手みたいな、話すことあんまないかな。あ、でも結構16期とかずっと応援してくれてた方とか、16期箱推しみたいな、16期が研究生時代の時に好きでいてくれた人が最近いなくなっちゃって、それで「久しぶりにさ何々さん来たんだよね」みたいなのはある。あえて名前呼ばない時もある。え、どうだろう。でも本当に一押しの子がいて、でも私のとこにも来てくれるみたいな、そう、方がいる、いて、あ、一押しの子が隣にいるなって分かった時はあえて名前呼ばないみたいな時もあるかな。あ、2部始まった。じゃあ2部始まったならそろそろ終わりにしようかな。私もみんなに会いに行く準備をしなければ。よし、じゃあ最後に、はい、チーズ。ではよし、ランキング読みます。13位ちゆちゃん、12位リリアちゃん、11位ゆうすけさん、10位アルニストさん、9位ひじりんちゃん、8位エイジさん、7位サイリョウイチさん、6位タカさん、5位セイチさん、4位守護神さん、3位わたる、2位 HK さん、1位ヨイチさんです。ありがとうございます。はい、何か今日ゴールデンウィーク楽しんでる方はぜひこの後も楽しんでください。そして大阪に来てくださってる方はこの後予定では6時15分開始ですけど、多分遅れるかな、押してる気がするのでちょっと遅いかもしれないんですけど、待っててくれたら嬉しいです。では
また明日あの公演とかで会える方も楽しみにしてます。ではバイバーイ。ありがとね、皆さん見てくれてありがとうございました。もうちょっと待っててください、レーン並んでる方は。バイバーイ。握手楽しんでね、ありがとう。